す。なあ兄貴、実はさ、オイラには夢があるんだ。夢？ああ、傷つけ合うためじゃなく、大切な者たちを守るための超魔流をもっと多くの人たちに広めたいんだ。なぜそんなことを？師匠は卑怯者で弱虫だったオイラなんかに一子相伝とも言われていた超魔流を教えてくれた。オイラみたいにダメダメなやつでも、師匠と超魔流に出会ったおかげで一人前に近づくことができたんだ。いや、ゼロッケン、お前はもう一人前だ。オイラなんか兄貴に比べりゃまだまださ。でもそんなオイラにでもできることはあると思うんだ。この戦いが終わっても世界から争いがなくなることはない。必ずどこかで泣いている奴がいるはずだ。オイラはそんな風に泣いている奴を一人でも減らすために、そいつらが大切な者たちを守れるように超魔流を教えるための道場を開きたいんだ。超魔流の道場？ダメかな兄貴。そんなことはない。ゴルディオンが生きていれば喜んだに違いない。俺には逆立ちしてもできないことだ。超魔流を時代に受け継いでいくのはお前だ、ゼロッケン。兄貴、でもオイラ一人だけじゃ不安だ。兄貴もたまに手伝いに来てくれよな、名誉師範として。気が向いたらな。いや、絶対に手伝ってもらおうぜ。約束だからな、兄貴。新たな獲物はどこだ？知るがいい。命をよこせ。そこだ。また一歩かかる。
うが、うん、俺の技を披露してやる。行かないとダメなのね。かかってきやがれ。出撃する。排除する。オイラは二度と逃げたりなんかしない。行きますよ。さてどうしましょうね。行きますわよ。相手になろう。みんなのために。加速加速加速。時の流れ断ち切る。高みへ。やったわ。命をよこせ。逃がさい。命をよこせ。ぜい。ダメ。超絶合金マスト。カカカ。なんだ、もう動いていいのか。よいしょ。苦しみなさい。苦しみなさい。おいらはまだまだ戦えるぜ。See?
失いません。やべっ、私のために働きなさい。血をよこせ。驚け、雷鳴破山。
その視野を見せてやるぜ。この砲撃に耐えられるかな。お前たちの墓場だ。暴虐のレベリオン。Thank you.
なければ。感謝します。ハゼロ、驚け雷鳴破山。また一歩高みへ。雷鳴はやるわよ。
俺の技を披露してやる。思い知るがいい。驚け、雷鳴破断。
これぞ思考、思い知るがいい。知るがいい。命をよこせ。驚け、雷鳴破山。俺の技を披露してやる。手合わせ感謝する。つきますのね。ああ、これで俺たちの戦いは終わる。魔王儀マシンガンのブリューナク。キリア様、私のことをどう思ってらっしゃるの？大切な仲間だと思っている。やはりキリア様の心の中にはリーゼさんへの揺るぎない思いがありますのね。どんな男でもひざまずかせる自信がありましたのに、キリア様だけは私のものにならない。セラフィーヌ、俺は何もおっしゃらないで。同情されるのは私のプライドが許しませんことよ。ただこれだけは宣言、いいえ、あなたに約束しておきましょう。私はこの戦いが終わったら絢爛魔界を再び三界一の富を誇る魔界に再建してみせます。そしてそれに成功した暁には再びあなたの前に現れ、今度こそ私のしもべにしてみせます。俺などに執着しなくても、お前にふさわしい男は他にもいるだろう。乙女心は複雑怪奇、手に入れるのが困難であればあるほど燃え上がるものですのよ。必ずあなたの心を手に入れてみせます。これは約束ですわよ、キリア様。完璧な約束だな。だがそこがお前らしい。
お怪我を治しましょう。